静岡に興味津々。海外出身の2人が静岡の魅力を再発見。アマンダ、ジークさん、今回もよろしく。ラ・ブラディ静岡。静岡県で暮らす外国人の数は3万人ぐらい。いやー、1万人ぐらいでしょう。実は7万5000人。そうなんだ。静岡県では外国人と日本人が理解し合い、安心快適に暮らせる多文化共生社会の実現を目指しているの。そこで静岡で働く外国人の仕事の様子や暮らしぶりを探ってね。オッケー。僕たちにぴったりのネタ。イエス。現在静岡県にはブラジル人を筆頭に様々な国の人々が暮らしています。そんな外国人が生き生きと働いている企業の一つが天竜森林組合。この日の仕事場は神社。そこにはほら、すごい、あの上に人がいる。働いていたのはブラジル出身松田セルジオ聖地さん、そして遠藤カルロスカオルさんの2人。2009年から天竜森林組合で働き、現在は高い木の上で作業する特殊伐採の技術も身につけました。すごい。一緒に働く責任者は本当に真面目でね、仕事熱心プラス研究熱心ですね、はい、作業も一段落したところでお話を伺うことに。ブラジル語セルジュ。セルジュ。いやちょっと何もわからないから。急に何始まったのかと思って。この仕事楽しいですか？あ、楽しいですね。で、辛いこととかって。言葉がちょっと難しいかな。みんな通る道ですね、これは。言葉の壁。今ね、あの神社の前にブラジル人とインド人と日本人がみんな友達になるから、それ世界中で、そうですよね、素敵。一方こちらは静岡県庁、その名も多文化共生課に働く外国人の姿が。その中の一人、フィリピン人パルマ・パメラさん、8月から働いています。Magandang araw, kumusta po kayo? Philippine人はもう非常に明るくて、いつも笑顔で、代表的な家庭料理はアドボ。保存性がもう非常に高いので、そのまま置いても大丈夫です。様々な国の文化や生活、ちょっと知るだけでお互いの理解が深まります。身近な外国人とコミュニケーションを取ってみてはいかがですか？ラ・ブラリ静岡は静岡県広報課がお送りしました。